とこれでよくない？どうですか？ちょっと汚いの見えちゃう。これで大丈夫。なんか髪の毛気持ち悪い。今日はなんか暑いです。今日はなんかエアコンがよく効いてるので暑い。多分すぐ寒くなる。え、これなんか飛ぶのね。あ、これでいいか。ちょっとなんか黒い服だから。ちょっとリップ適当に塗りすぎた。なんでこんな黒い服はダメですね。白飛びするので。100均で買いました、ラビット。間違えた。買いました、100均で。はみ出しちゃった。牛の着ぐるみ売ってなかった。言うてさ、動画だから見えんか。もう、なんで女白飛びすんの？え、めっちゃ白飛びする。こんばんは。え、ラビット見えてますか？めっちゃ、なんだっけ。メールあと2個送ろう。黒を上に持ってくるだけで飛ぶんですね。寒くなる、あ、これってキャラクター写していいの？ 寒くなると嫌なので、ブランケットを持ってきました、今日は。これさ、かければいいんじゃね？ほらほらほら。あ、待って待って。なんかこれ2個持ってるんですよね、こういうの。なんかファンの人にもらったやつと、めっちゃオタク時代に買ってたやつがあって、これはオタク時代の時にめっちゃ活躍してたよ。早朝、冬場にミニライブとか前に並びたい。なんかお風呂上がりの人みたい。お風呂上がりの人みたい。なんか冬場に握手会行くときに外で並ぶじゃないですか。そういうときにこういうね、ちっちゃい毛布がめっちゃ便利なの。え、なんかお風呂上がりの人みたいになっちゃった。これ12周年のときも役に立ちました。会場がめっちゃ寒かったから、これ持ってった。めっちゃ役に立った。めっちゃ大事だよ。今は握手会とかないけど、レジャーシートと
こういう毛布は持ってってた、絶対外に並ぶ時用。12周年の時も使った。映していいのかな、キャラクター分かんない。何つけてるんですかとか言われそう。あ、待って、ちょっと待って、この段ボールの袋のとこにね、紙風のタオル入ってるの。ここ、この紙袋の中に。あった、紙フレのタオルにしよう。待って、うるさいよね絶対マイク。公園でバックダンサーの時だけの時も持ってってた、冬場。あとなんか西がケツのバックダンサーいたら、あの私のお家めっちゃみかんもらうんで、みかん見て、自分のお家はみかんめっちゃもらうので、みかんを西にあげました。みかん、バックダンサー始まる前西とみかん食べてたの見て、皆さん持ってますか、紙フレのタオル。これかければさ、白飛びしないよね。あ、いいじゃん、タクみたいでもアイリーのそのみかん無農薬だから、多分なんかね、無農薬じゃないの、無農薬かだから、なんか酸っぱいみかんもあればって感じ。品種はちょっと知らないんですけど、これもう売ってないの、売ってそうだけど売ってないんだ。ちょっと見えないけど、ちょっと本当に白飛びしちゃうから、ちょっとつけさせてください。アリーもよくこうやってやってました、握手会の時。欅坂さんの握手会行く時はめっちゃ、オタクの間では嫌われてる部類の人たちだと思うんですけど、腰からタオルをこうやってかけてる人いるじゃないですか。そういう人たちでした、私は。え、使うときなかったよね、これ。こんばんは。白飛びしちゃうから、タオル使ってる。欅坂さんは渡辺梨香さんが好きでした。でも桜坂さんになってから全然終えてなくて、全然知らないです、ごめんなさい。この紙袋のとこにさ、待って、紙袋のとこにあるけどうるさいかも。紙袋、おい、出てきた出てきた。あ、ない、坂道さんのタオルないや、坂道さんのタオルなかった。これ宮脇さくらさんのタオル、 SKE のワン毎日チクチンで見せた坂道のタオルない、どっかに置いちゃった。桜塚さんはルンちゃんって子がセンターですよ。あ、これ控えめ選びゆう桜さんの、桜さんはマジ初期から好き。これはマウント取れる。桜さんマジ初期から好きです。めっちゃ昔の写真とか持ってる、台湾限定の生写真とか。希望的リフレイン、もう過去だけどね、今は。今は全然わかんないです、さくらさん。アイズワン聞くけど全然わかんない。マジでさくらさんはマウント取れる、めっちゃ昔から好きだもん。
ゆずきさんは全然新規です。ゆずきちゃん新規。え、そう、ママたちの部屋にエイトくんいたから今度はエイトくんと出演します。ショールーム、猫が鳴いてる。あ、これは見て、これ HKT さん、これは HKT さん、これが好き。ゆうこさんのやつだ。ゆうこさんの卒業コンサート入ってはないけど、グッズだけ買いました。これは東京ドーム SKE のタオル。タオルはもうこのね、机の近くに置いてあるんですよ、紙袋に入れて。めっちゃ埃舞ってる、くしゃみ出る、ハウスダストって感じ。あれは指原さんの直筆サイン BLT で引きました。本屋さんに BLT 売ってるんですけど、生写真が入ってるやつ、あれ一冊買って一冊で出た。これマジ何回も話してる、マジこれはマウント、これはマウント、やばいやばい、めっちゃ埃舞ってる。こんにちは、遊びに来てくれてありがとうございます。めっちゃ埃舞ってる。え、 T シャツは買っとけばよかったって思う今になって。今になってレッスン着で使えるんですよ。あの SKE のレッスン着、SKE のレッスン着じゃない、 SKE の T シャツは初期の頃めっちゃレッスン着で着てました。いいんですよ、その時深田舞子さんの直筆も引いたし、あとトレカ、乃木坂さんのトレカで、あ、最近卒業した方、ちょっと待って思い出せない、なんだっけ、井上さゆりさん、さゆにゃんさんのカード引いたサインが入ってる。ことある、最近じゃないかな、卒業したの。でもあれ全然乃木坂さんの番組終えてなくて、最後に見たの多分7月とかだから、今めっちゃ録画消費してる。あー、もうくしゃみ出そう、鼻がむずむずする、タオルのせいで。そう、まあそれだけなんですけど、でもなんか番組とかさ、愛知県全然見やってないから、全然見れなくて全然知りません。あ、でこれが1年前ぐらいのラビット、姉妹ラビットです。もうね、重たすぎてもう首こんなんやばくない？ヘドバン、うんうん、死んでませんよ、生きてるので大丈夫です。これがこうなりました。こいつはハゲだし体細いけどちっちゃいから、私荷物少なくしたい人なんですけど、でもこの子ちっちゃいから、あの上着のポケットとかに入るんですよ。だからめっちゃ楽、持ち運びめっちゃ楽。こっちは携帯用って感じ。本当に私荷物少なくしたくて、大きいカバンで握手会会場とかに行きたくなくて、だって別に荷物持ってくもんないし、メイクしてから行くから
通に画面越しだからさ、メイク直す必要もないし、あんま。だからこいつは本当に胸ポケットとかあのズボンのポケットとかに入るので楽。この子は今机と壁の間に挟まれている状態です。ちょっとすごい危険な状態です。サスケをやってます今。これは首が座ってないやつです。なんて言ったってここがギザギザなのよ。あ、バーコード見えちゃう。ギザギザなの。でも危険を常に危険と戦いながら、まず首が座ってないのに常に危険と戦いながらこの獅子舞を担いでくれてるっていうことで、すごく命と戦いながら頑張ってくださっております。このウサギはすごいね、大変な思いをしているんです。このね、この後ろの風呂敷もなんかすごい、こんなこともできちゃう。やばい、くしゃみ出る。なんかむさむさする。ことってきちゃう。かわいそうなのでちょっと撮りたいと思います。痛い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 、取れない、引っかかってます。痛い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 、あ、毛が抜けた。痛い痛い痛い、あ、毛が抜けました。やばい、かわいそう。ちょっとなんか最近放置してたのでめっちゃ肌荒れしてるんですよ。見ていただけたら分かる通りすごい肌荒れがやばくて、今度毛玉取りパックをさせようと思います。あれがすごいので毛玉取りパックを今度します。より悪化しないことを願います。かわいそう。化粧水、携帯用の化粧水ないんだよね。かわいそう。毛玉ってどうやったら取れるんですか？自分が着てるさコートにも毛玉あるんですけど、毛玉取りで毛玉取れなくて、どうしたら取れますか？どうしたら取れますか？こんばんは。え、ガムテープで取れるの？なんかまず毛玉取りで取っても取れなくて、コートが毛玉最悪って思って、そのままちょっと取ってちょっとなくなったけど、なんか擦れると毛玉できますね。なんでですかね。ラビットにも毛玉ついてるんですよ。フェルトで作ってあるから。あ、これさ、や、歯あるじゃん。知らなかったんだけど。小顔すぎて。見て。見あるんだけど。鳥本当にやばい。いや、それ、あ、そうなの。もう本当に私の毛玉を取ってほしい。やばい、ラビットちっちゃ、ちっちゃすぎる。まだ毛が割ってる。タワーもいつも以上に鼻がかゆい。おみくじとクマとハート
ありがとうございます。あと秋梅と、あとなんか梅の花みたいな。あ、やばい、くちゃみする。ブログ書かなきゃ、間違えた、メール。今日あの結局あの初詣行けました。あのなんだかんだ言って行けまして、おみくじ引いたんですけど、そのおみくじの結果はあのメールで送ったので察してください。メールで送りました。いや、鼻がムスムスする。あとメールに年賀状も送りました。え、混んではなかったですね。あ、混んでたのかな。あのお参りするところは混んでたので、あのおみくじだけ引きました。私は今年になって初めて弟にお年玉をあげました。その様子もあのメールに送ったので見返してください。メール取ってない人はあのはい、ごめんなさい。なんか最近文字書きたくて仕方なくて年賀状書きました。スキャン、紙に書いたものをスキャンして年賀状を書いた。お年玉は弟に人参あげました。人参の中にお金入れて人参。え、メール書くことないんだけど、やばい。なんかさ、あ、鼻栓したいレベル、かゆっ。タオル開けなきゃよかった。マジで載せることないな。今日のお話どこまでしたっけ。メールで、あ、さっき変な手札で上がれなかった。めっちゃ鼻かゆい。足の着てたら揺れちゃった。あ、ラビットが落ちちゃった。なんか、もうないな。書くことない。え、めっちゃ可愛いクレープ食べたんですよ今日。牛串食べました。タンク。朝ごはんはフィルター使ったから汚い。ちょっと載せる写真がないですね、メールで。話題がないです。もうどうしたらいいですか。あ、ラビットの写真でも撮っとくか。そうしました。どんなクレープ。あのワンチャンブログに上がってる。あ、ブログに上がってるけど多分もうあの会員じゃなかったら見れないかも。でも多分今度インスタに上げます。待ってください。一応ブログに載せたんですけども、次のブログが載っちゃってるので多分見れない。あの会員だったら見れる。撮りました。なんかラビットに似てる絵文字見つけたんですよ。ちょっとそれを使います。
あ、同じ写真載っけちゃった。めっちゃ文章短い 一文。なんか文章長い時と短い時の差が激しすぎてやばい。ねえ、鼻むずむずする。タオルのせいで今日めっちゃエアコン動いてる。しかもショールームの配信終わったらおはぎ食べなきゃいけないんですよ。あ、やばい、くしゃみ出そう。出ないけど、ショールームの配信終わったらおはぎ食べて、あとアイス食べます。アイスは食べれたらでいいや。このさ、あのさ、巫女さんの写真って私のありますか？アイドル電車のやつですよね。巫女さんの写真、私のやつありましたか？なんか撮った記憶なくて。巫女さんの。全員じゃないのかな？あ、撮ったわ！え、撮った撮った。なんか、履き物が足りなくて。写真撮ってないんだけど、急いでたのかな？自撮りしてないや。え、撮った。巻かなきゃいけないのに、なんか履き物を誰かが使ってて履けなくて。え、いつ？それでも。撮ったっけ？撮ったんだけどさ、そのさ、いつ撮ったっけって感じ。え、どんな髪型してましたか？私は。あの大富豪のやつと一緒、今の大富豪のやつと一緒でしたか？それとも髪の毛今ぐらいの長さのやつですか？どっちですか？なんで自撮りしてないんだろう。急いでたのか。何だった？髪型。もうなんでこの鼻むずむずすんの。タオルのせいだ。巫女さんです。アイドルデイズかなんかの巫女さんのやつ。巫女さんのカード。今年ですね。メンバーがめっちゃ載せてるんですけど、私写真撮ってないのか知らないんですけど、なくて。どの時だろう。なんか、私のカード引いた人いますか？どの時？今の大富豪のやつと同じやつ？あ、出てない、そもそも。 そもそも出てない感じ、まだ。どっちだろう。なんか、こっちの日かこっちの日か、わからんのよ。ちょっと2回、こっちの日かなみたいな記憶があるんですけど、他のメンバーの写真を見て思い出そう。誰かの捨てる人いないかな。
言うて他のメンバーのやつ見ても分かんないか。出てないんだ。誰か載せなかったっけ、みこさんの写真。ない。誰の見たんだろう。ゆずきさんからいいね来た。まあ覚えてないのでいいんですけど、なんか自分絶対自撮りしたい人なんですよ、あの衣装着たら。でもしてないから珍しいと思って、多分よっぽど急いでたんですね。あ、なんかあった、髪なんかね、その撮影の後になんかあったけど思い出せない。なんかあった髪触れでなんかあったけど思い出せない。髪触れ、紙フレのやつがあったの。で急いでて、でもその紙フレのやつも思い出せない。何があったんだろう、撮影の後の紙フレ。でも間に合わなくないですかとか言って話してて、結局間に合わなかったんだけど。あ、それ別の話かな、もう全然覚えてない。なんか衣装部屋って一緒だから分かんないんですよね。こんばんは。あ、アミさんストレートだ、それは分からない。分かんない、いつ撮ったか。写真撮ってないや。自撮りしないの本当に珍しいです。私は何が何でも自撮りする人なんで。毎回衣装部屋一緒だからさ、分かんないよね。いつの話か覚えてない。なんでタオルつけてるんですかって思う人もいると思うんですけど、白飛びがひどいからです。それだけです。なんかコーヒー牛乳飲みたいのに、お家にねコーヒー牛乳がなくて、もう飲み切っちゃったからないんですよ。でもコーヒー牛乳飲みたい。ああ。明日はもう本当に頭を振り回転させないといけないので、辛い。やば。早くお風呂入りたいから、私早くお風呂入りたいから、この時間にショールームするの嫌いなんですよ。なんでしてるんだって話なんですけど、夕方はちょっとダンス覚えてたからできなかった。
朝は寝てたし、昼にやっと朝ごはん食べて、昼過ぎに用意して、あと詣に行きました。え、カーテンの、え、なおさんピンクなんですか、カーテン。意外。なおさん紫って感じ。ゆかさん、おるさんも出してた。こんばんは。ルーさんツインテールしてる。ツインテールの時だよ。でもルーさんツインテールしてそう、写真の時。あ、大富豪の時じゃないですね。じゃあ大富豪のカードの時じゃないや。あ、ちょっと間違えた。はいはいはい、理解理解。あ、そうですね、この日かな。え、本当に、え、違くない、え、え、違う、大富豪の時だ。え、自分は大富豪の時に来た記憶ある。だって12月のカンガルーの衣装がさ、近くに飾ってあって、あ、大富豪の写真撮った時に撮った気もする。あ、多分その時ですわ。うん、その時ですね。だから12月のカンガルーの時と同じ時なので、あ、それもアイドルデジューズのやつか。あれ、ちょっとわからんわ。やっぱりわかりませんでした。お子さんの写真撮りたかったな。きっと急いでたのだろう。早く載せたい写真いっぱいあるんですけど、公開されないので載せれなくて悲しいです。早く載せたい。こんばんは。なんか質問ください。自分がいっちゃん解禁してほしいのはこの写真ですね。漏れたか漏れてないかって言われたら漏れてないんですけど、この時の漏れてないんですけど。いいですね。早く解禁されてほしいんですけど、別にそのオフショット漏れてるかって言ったら別に漏れてないんですけど。マジですごいの見てほしい。でもこの撮影あるなら髪の毛がよくしたかったなって思ったって感じです。はい、以上。 B4U のキス劇の衣装ありますか。撮ってない気がする。え、それメンバーですか。私わかんない。え、頑張ってください。あれ、今日戦った方ですか、対戦。もしかして、あ、違ったら恥ずかしい。マジでこの衣装を着るんだったら髪暗くしたかったなって感じ。なんか暗くしたいのにすぐ茶色く戻るからちょっと嫌なんですけど私。あ、でもこの衣装は漏れました、写真。あ、自撮りだけかもしれない。自撮りだけかもしれない。
この衣装を撮るならちゃんとした髪型すればよかったって思ったのもあります。なんかこんなふざけた髪型しちゃってって思いました。はい、あとめっちゃ着てみたかった衣装着れて、その時に似合ってるって言われました、衣装さんに。でも髪の毛キモい、髪色キモくて無理。あと初めてこんなえって感じの髪色もした。この写真も早く載せたい。あ、しーちゃんとディズニー行った時の嘘ですね。これは嘘のディズニーです。合成です。え、いつ多少も言う。え、ないんだけど。あ、これか。あ、これですね。あ、もう公開されたんですか。この日めっちゃ前髪剥げてるから見てほしい。ほらめっちゃハゲてる。だから自分の顔がさ、こうやって並んでるのめっちゃ気持ち悪いんだけど、ハゲてるんですよ。なぜかっていうと、この日梅雨でして、あ、梅雨か、梅雨なのかな。梅雨で前髪を普通にこんぐらいの量あったんですよ。でもなんかケープいつも固めてるスプレーじゃなくて、違うスプレーしかなくて、でそれをシューってかけたらめっちゃベタベタになって、え、やばいと思って手でこうやってやってたらなんか薄くなった。なんかワックスタイプのスプレー、スプレータイプのワックスだったっぽくて、なんかめっちゃなんかいつもはシューってやったら固まるのに、シューってやったらなんかペタペタになるの。なんかベタベタになって、え、固まらないやつじゃんとか思って、でもどうにかして固めたいから、雨降ってるし、で換気もしてるから外のね湿気とかでも巻き取れちゃうの。だからまたさらにかけたらこんな風になりました。ハゲってやってる。やばくない？ハゲ方が異常なのよ。ほら直してますね、ちゃんと。めちゃめちゃ髪の毛ないの。なんか浴衣の時も髪の毛なくて、ほら、しかもまつげ下がってるし、湿気すごくて、ほら、マジでやばい。しかもなんか眉毛と目の距離がめっちゃ近いから、これなんか透けてる前髪似合わなくて、前髪分けてるやつとかも似合わないですよ。あとこの衣装も出たよね。この服好き。ファッションフォーユーのさ、私服のカードの時、こちらです、ね、この水色の服が好きです。いや、なんか見えちゃいそうで嫌なんだけど、このケース。紅白の不器用タイヤも衣装めっちゃ好き。あの時に来ました、あの鉄道のやつ、 SKE がコラボしたやつ、エゴさんの衣装だった。かわいいと思ってた。エゴさんの衣装全部かわいいもんな。なんかだいぶ前に撮影したけど解禁されないものが多くて、いつされるんだろうってめっちゃ思う。めっちゃさ載せたいの。めっちゃこの時の自撮りもらったから載せたいんだけど解禁されなくて早く載せたいのに。勝手に載せちゃっていいかな。色変わるやつ、え、わかんない変わるのか、
なんかグラデーションの花びらになってるやつ。あ、変わるね。だってこの上に白いジャケットみたいなの着てたよね。着てなかったっけ？全然覚えてない。着てた気がする。ファだって回った時にパーってなってたもん。楽しみたくさん待ってる。え、待ってないです。私はもう公演のことで頭がいっぱい。公演と成人式のイベントで頭がいっぱいです。今日一気に詰め込んだから頭がいっぱいでございます。今年は紅白ちょっとしか見れなかった。なんか紅白もガキツカも気づいたら始まってません？思ったより始まる時間早くて、もう始まってたんだって感じ。成人式のイベント楽しみなんだけどさ、ちょっとなんかさ、覚えようって思ったら気づいたら1月2日でさ、やばくない？ってなって、今日めっちゃ急いで焦って、公園と一緒に覚えました。 頭いっぱい。やばい。公園が何がやばいかって言うとアンコールですよね。メロスとシャムネコも徘徊しちゃったら終わりです。メロスが一番やばいんですけど、あんまり言うとネタバレになっちゃうけど、リベンジさせてほしいところがあって、そこをやりますね。そこだけ緊張する。私は番組全然見ずに大富豪してた。その後何してたかっていうと記憶になくて、本当に記憶にない。でも31から大富豪の1月のやつ始まってたら絶対大富豪してた。そこから多分ずっと大富豪してて、気づいたら11時過ぎてたからお風呂入って、そしたらもう45分ぐらいで出たら、で髪の毛乾かしてた時にカウントダウンね、ライブが始まって、45分じゃんと思って、やばいやばいやばいって、髪の毛乾かしながら年越しちゃうと思って、めっちゃ急いで頑張った。髪の毛乾かしてテレビの前に戻りました。年越しにさ、瞬間にさ髪の毛乾かしてるって嫌じゃない？ロスは本当に、ポジションが変わると髪質も逆の振りになっちゃうんですよ。本当につらかった。初めて出た時がエゴさんのポジションで、この次出た時がナオさんのポジションだったんですけど、髪質も違うんですよ、メロスの振りが。ええー、ってなった。でも研究生の時とかにマジポジションめっちゃやってたから覚えてました。全然。こんにちは。ごめんなさい、なんか鼻声ね、タオルのせいで。何ポジやってたんだろう。誰のポジションやっててとか書いてたんだけどさ。覚えてないや。誰のポジションやってたの？基本的になんかほとんどの振りやったことあるから、
回見たら振りは覚えるんですよ。立ち位置も一回見て、で振り一回見て番号覚えて、振り分見て、その暗記した番号を言ってって分からないところをもう一回見て、もう一回暗記して、そしたら大体覚えてもう踊れるんですけど、それをそのメンバーと合わせてファンの人の前でやるってなると、なんか緊張してできなくなる。でも緊張しなくて、もう表情作らずに出ていいよって言われたら全然出れる。なんかできるんです。だから意外と研究生の時に、研究生の時によくやってたポジション、ゆきさんのポジションで、ゆきさんのポジションやってて、で1日空いてか、その次の日青春ガールズ公演か、あ1日空いてたのかな、がそういう青春ガールズ公演があって、で次新ポジの相田さんポジがやる時があったんですけど、覚えられないかと思ってマネージャーさんにできませんって言ったんだけど、やれるって言われたから我慢して覚えました。でもそしたら意外といけて、1日で覚えれるってことに気づいて、で覚えれるじゃんと思って、意外とできる。あのなんだっけ、スクランブルの時も、頭4曲しか出る予定じゃなかったんですけど、アンコールも出ることになって、なんかもともとアンコールのなんだっけパンチラインだけ出るみたいな予定だったんですよ私が。なんかそれはなんか衣装の問題でめんどくさいし、着替えるの時間がないということで、あの急遽覚えることになったんですけど、当日それもマジで公演始まるってか、公演に出発、劇場に出発する5分前ぐらいに言われて、でバスに乗って、フリブリ見て、パチ1見てやって、で覚えたって思ったのに、劇場着いたら立ち位置忘れちゃって、音楽リハーシで踊り、曲で踊りながらダンスの先生にあの立ち位置を言ってもらって、私が動くっていうのをやってた。なんかもともと K2 のフリーレの時にアンダーで入ってたポジションだったし、メロスはだから安心した。上島逆だったら絶対メロスできなかった。マジで。あれはサキさんのところに入ってたのかな、リハで。サキさんのところに入ってたから、そのスクランブルの時はルカさんのポジションで同じ歌いだったからよかったけど、って感じだから、アンダーでリハの時にアンダーで入るっていいな、いいことだなって思いました。はい、でもあれは。本当に振り入れの時に振り覚え悪すぎて、なんか先輩のアンダーに入る時に本当に覚えられなさすぎて申し訳ない気持ちでいっぱいだし、その後に先輩がその振り覚え見て、アリを見て覚えるってなると絶対覚えれないのに、なんでアリはここに立ってるんだろうってめっちゃ思って悲しくなっての毎日でした。振り入れはめっちゃ遅いです、覚えるの。でもやったことある曲を覚えるっていうのは公演だったらなんとかなるけど、知らないので知らない曲は入りません。すぐマンモスはチュリさんのところに入ってやってたんですけど、全然踊れなすぎてやばい、やらかしたと思ったけど、思ったんですけど、その次の投資レッスンかなんかの時にチュリさんがいなくて、でそこに私が入ったんですけど、入って踊ったんですけど、立ち位置とか振り全部覚えてたの。なんか一回寝ると覚えるんですよね一回寝ないとダメなので、振りの時に毎回寝させてくださいって思う。めっちゃ K2 で振り覚え早いのはだめわかんないんですけど、私は最終ベルが鳴る公演の時に研究生で横で踊ってたんですけど、入ったばっかだからマジで覚えれなくて、
みんな早かった。わかんない、一回見、先生が踊った振りを一回見たら踊れてたっていう印象。わかんない、多分それは嘘だけど、それぐらい早って思った。なんかあれば 何やってるか理解するのに長かったから、本当に意味不だった。無理です。じゃあ、はいよーと思って、多分3回ぐらい見て覚えてた。いや、1回なのかな。なんかマジですごい。なんかもともと振り弁はもらってるのかわかんないんですけど、私は研究生だからもらってなかったんですけど 多分 AKB さんの昔のテンテンをもらってちょっと見てたって感じなんですけど、それでも覚えるのすごくて、私は端っこで取り残されて踊れずに終わりました。だからアンダー入るときめっちゃ嫌だった。もう踊れないよーって思って だからなんかすぐ覚えれる研究生とかすごいなって思います。私は踊れません。誰が一番早いんだろう、振り覚え。やっぱり歴が長いにつれてやっぱり早いと思います。わかんないけど、多分きっとそう。なんかちょっと振り覚え遅めな人とかいた時の安心感やばい。私はそういう先輩がいると嬉しくなる、振り絵の時 なんか細かく聞いてくれる先輩がいると。やったー、早く終わんないって感じ。ビンゴツアーは大変じゃなかったよ。あ、大変だったのかな。ビンゴツアーっていつ？ビンゴツアーが、私はビンゴツアーどこに行った？東京の方に行った気がする。埼玉かどっか。埼玉に行った記憶がある。合ってるかな。それは、てかなんかリハで違う。なんか結構ツアーかぶってる人がいっぱいいて、先輩で。で、全員で合わせることができなくて、あ、できたんですけど、いつもやってるレッスン中で全員で合わせることができなくて、ツアーしたことない組で合わせて、その次の日かなんかに、全員で合わせるってやつがあったんですけど、やりましたね。遠距離ポスターやった時でしょ、多分。あ、どっちでもやってるか、遠距離ポスター。ん？あれは遠距離ポスター何でやった？あ、ゼップとビンゴか。遠距離ポスター、遠距離ポスターなんか覚えれんくってやばかった 覚えたんですけど、ビンゴスターはそんなにやばくなかった。やばかったのかな、覚えてないよ。福井はエスケープがやばかった。エスケープ全然踊れなくて、振り入れしてもらったんですけど、めっちゃ前に振り入れしてもらって、で忘れてて、また振り入れしてもらったんですけど、理解不能な動きしてて、みたいな エスケープと稲妻が無理だった。え、思った。ツイッター、エスケープと稲妻が無理ですって。エスケープと稲妻がマジ無理すぎて エスケープはガチで、謎な動きをしてるんです。謎な動きしてて無理。なんかもう一生覚えられないと思う。だからもう一生やれない。あ、でも強がり時計はやってみたかったからやれてよかったけど、いや、でも稲妻もなんか覚えさせられるままに踊ったって感じ。なんか先生に言われたことをそのまま踊ったって感じ。でもエスケープは体の構造的によく分からなくて、感じで過ごしてた。いや、わかんない、ダンス得意な人は簡単かもしれないけどさ、なんかエスケープ毎回振り入れされるたびにさ、
振りが変わっていくの、なんか正しい振りに変えてるんだと思うけど、なんか分かんなくて、しかもなんか動けなくて無理っす、覚えられないっすって感じだった。頑張りました、本当に。でも一回違う SK の違う K2 の公演でウザ披露した時が一番やばかった。全然ウザ覚えれなくてやばかった。ウザが一番覚えなかった。あと隕石の確率振り入れしてもらった時にマジ理解できなくてやばかったですね。ウザやばかった。フリーでめっちゃ置いてかれました。でもさきさんが教えてくれたけどめっちゃやばかった、理解できぬって感じ。よく踊ったなって思う。もう次の日にはもうダンスを忘れてました。すごい。でもさ踊ってみたかったからさ、ああいう曲だから。レイマーさん弾み咲き、あれ弾み咲き覚えられなかったや。みことさんの卒業会の時弾み咲き覚えられなくて、全然やばかった。え、なんか単純な振りなのけど覚えられなくて。単純すぎて覚え、弾み咲きは全然いけた。楽しかった。チームメイトさん好きだし、全然いけたわけじゃないけど、フリーレした時はめっちゃキモい動きしてたけど、でも全然頭には入った。なんかどういう動きしてるかとか理解できた。別なら自分で立候補え、した、うん、立候補やりたい人ん、なんだっけ、やりたい人は言ってくださいみたいな感じで言われて、はいって言ってだけど、ズナもめっちゃスケジュール詰め詰めの時に出るってなって、じゃあ詰め詰めで覚えて、9期の子たちにめっちゃ振り教えてもらいました。でも鉄ナはなんか単純だったから意外とすぐ覚えれた。イノセンスとかもチョコの行方だったからユニットが2番から入る人だったから全然覚えなかったし、あとはなんだ、何に苦戦したんだろうって。そのロープの友情はライブでやったことあったからなんとなく覚えてたし、あと何、鉄なって何があるっけ。でもチョコの行方、あ、いけるいけると思ったけど感想でやられました。チョコの行方の感想前日までできなかったから。覚えれたな。マンゴーナンバー2も覚えれた。単純だから。でも振り変わるのやだなと思った。こっちと右手と左手変わるのやだなと思った。鉄のは言ったことあった。あ？あんたから来た。チャイムはラグソングも。チャイムはラグソングは私 HKT さんがやってるの見てて覚えてたから覚えれたの。チャイムラグソングはファンの頃に覚えてた。からなんとかなった。振りは全然違ったけど一般人が覚えた振りだから。あとこの胸のバーコードは振りないもんね全然。でも足どっちにどっち立てるかとかはちょっとややこしくて分かんなかった。ロマンスロケットが一ちゃん理解できなかったかな。恋の傾向と対策は、へえ、覚えれてたのかな。中盤曲が抜いてた。大好きも本番直前に覚えました。ちゃんと手の振りやばかった。火曜日の夜水曜日の朝がマジで理解できなかった。マジで多分前日までやばかったと思う。これだ、火曜水曜が一番やばかったよ。何してるか分からなかった。多分その辺ですね。
序盤4曲はいけたんだよ。本当にやばかったです。アメビアやったことない。なんか一回違うの、初めて出るっての時にアメビア当て込まれてたんですけど、なんか対比送られてきた時にチョコに変わってて、アメビア覚えてたんですけどとか思って変わってました。アメピンの、アメピンだよって言われて退避来てたんですけど、仕事だからやってないです。うん、なんか私本番までがなんとかなるタイプなので、それを信じてやってるんですけど、最近それが多分だらけてるんです。私だらけてるって自覚してるから、ちょっとそういうのやめようと思って、なんとかなる精神で生きるのはやめます。手綱もいつ再開されるか分かんないよね。自然消滅しちゃうかも自然消滅しちゃうかも。あっ危ない。ということで私はそろそろ終わろうと思います。あっ、メール送るの忘れてた、おやすみメール。ということで、ありがとうございました。この、こちらの、シマエラビットくん、ここにね、手がね、足が出てるんですけど。どうぞ。さらばです。皆さんおやすみなさい。メール間に合わなかった、時間忘れてた。ダイリってこの眉毛下に生えてるんだ。さようなら皆さん、明日は公演ですよ。嘘です。明日は覚えます、公演。さようなら、おやすみなさい。さようなら、おやすみなさい。また今度会いましょう。バイ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 。切る画面出てこない。来てきた。さようなら。